一海町赤羽付近羽賀町西水沼付近栃木県道165号市花秋田長島線は栃木県羽賀郡一海町から羽賀郡羽賀町に至る一般県道である一海町中央部の市花から赤羽工業団地北部を経由し羽賀町中央部北長島へ向かう路線である終点の北長島交差点から石松毛火線を南へ 数百メートルほど進むとほどなく、国道百二十三号に至る。益子町手前で南東に向きを変える、国道百二十三号に変わり、宇都宮市の国道百二十三号沿いから市会町、もてぎ町方面へ連絡する役割を持つ。路線バスでは、一日一往復の東の交通の別線、益子線、JR バス、関東水戸再線の水橋、祖母遺線が本路線の市会町上、 赤羽交差点異性を経由する。以前は、本路線全線を運行する路線として、JR バス関東の水橋、上野原経由もてぎ線が運行されていたが、路線廃止により現在は運行されていない。2014年10月17日、栃木県道69号、宇都宮市木線羽賀市バイバス整備により、宇都宮市木線急道が、 県道指定を外れたことに伴い県道路線の再編が行われ、起点が、それまでの市会長大技上根の上根交差点から、道町大和、市花の荒宿交差点へ、路線名も上根北長島線から、市花北長島線へ、それぞれ変更され、宇都宮茂木線球道の上根交差点から荒宿、交差点間が道路線に編入された。ありがとうございます。